今日も一日お疲れ様です。ヨッシーです。今回は夜の港区です。夜の港区散歩ですね。まだ撮ってないところを撮ります。港区の街並みはなんかやっぱり味がありますよね。歩いててすごく思います。公衆電話ある。公衆電話って使う機会あるんですかね。なんか最近なんかもほとんどね、携帯持ってるじゃないですか。ふと思いました。歩いててほっこりする街並みですね。前回撮った時って多分私の音声入ってなかった。さような気するんですよね。歯は離さずにそのまま。でもなんか文字かなんか入れたんかな。でも無言の時とかはね、こう信号待ちの時困るんですよね。なんか絵としてあんま面白くないかなと思ったり、じーっとね待ってるだけやったんで。でもね、今声入れてるんで信号待ちの間も喋ります。いや、落ち着く街並みやわ。人をなるべくね、映さないようには心がけたいと思ってます。カットしたらいいやんって話なんですけど、カットせずにね、自分が回転するっていう斬新な方法でしょ。やっぱり夜の散歩最高ですね。昼間もね、北千里の動画でアップしましたけど、昼間はもうむちゃむちゃ暑いです。いや、当たり前やないかって話なんだけど、いや、もう焦げまくりですよ、本当。色白なね、元私がもう真っ黒に焦げてしまうっていう。まあ、一番黒かったのはね、学生の時にもずっとテニス部だったんで、その時は一番もう丸焦げみたいに黒くなってました。いやー、いいな。風も強くなくでね、街灯の感じと街並みが穏やかで、ね、癒されます。ずっとね、見てくれてる人は分かると思うんですけど、私の口癖は多分、癒されますと、むっちゃですね。もう、毎回動画で多分連発してる言葉やと思います。ユッサウナ、コンダンド。お風呂屋さんですね。美肌健康。いなり。あんまりね、中を映すのはあれなんで、ちょっと外の方を向けときます。中ね、こいつ何してるんやあいつってなるんで、
さあ、どっちに行くか。どうしようかな。渡るか。どこ行くかね、ちょっと迷いますよね。まあでも、なるべく明るめのとこ行こうかな。直進します。まあ今こうやって歩いてね、街並みとか撮ってますけど、10年後とか、いや、もう5年後とかですね、5年後とか、もうどうなるんですかね。もう10年やったらもうだいぶ変わるような気がしますけど、5年でも、結構、今変化が早いじゃないですか、すごい。あれみたいな。この店あったのに潰れてるとか、なんか、すごい。変化がね、激しいなーって、街歩いてても思いますよね。数ヶ月でなくなってるお店だったり、マンションとかもね、飽きちゃったらこう、ポンポン立つじゃないですか。まあでも、ね、住んでた町とかね、やっぱ思い出はありますよね。以前住んでた町、まあ、あとは会社があった町とかね。すっごい町並みが変わってたりすると、なんかちょっと寂しかったりもね、ありますよね。ああ、自分の知ってたあれと全然変わってるな、みたいな、まあ、驚きとともにね。親によく連れて行ってもらってたお店がね、なくなってたりとか、ちょっと寂しいなってね、思ったりしますよね。少しだけ長めに撮ろうかなって思ってます。喋らず、なんか風景、ガン見してました。
ぼーっとね、なんか公園あるなっていう。撮影しててあれなんですけど、私自身撮ってるの忘れてる時があります。景色に見入ってしまって、あ、そういえば今撮ってたんやみたいな。ちょっと抜けてますね。でもやっぱり味のある街がね、今後も残ってほしいですよね。すごい思います。全部が全部ね、モダンなデザインとかになってしまったらね、面白みもないかなっていうのはすごい思う。なかなかの迫力ですよ、これ。大迫力です。高速道高速向かいます。こんなん作るのもすごいですよね。ほんと見てて思うんですけど、すさまじくないですか。こんな設計する人がいてね、こんな立ってるんですよ。あ、でも綺麗やな。めっちゃ喉乾いてたんでね、撮影前にソルティーライチガブ飲みしたんで水分バッチリです。取っとかないとね、フラフラって熱中症になってしまいますから。ください、この迫力。夜はトラックがやっぱりめっちゃ多いですね。寝てる間にいろいろ運んでくれてる。港区好きな人にお届けする映像になってます。綺麗ですね。船も浮かんでる。でもこの目の前にあるところあるじゃないですか。このここです、この先っちょ。すごいゴキブリ多いんですよね。前行ったらもういっぱいゴキブリがいてびっくりします。
両線走ってますね。さすらいよし港区メリア区運動する習慣がついていいです。やっぱりずっとねパソコンとかカタカタやってるとしんどいね。このまま行ったら海遊館ですね。まあ、学生時代はね、よく海遊館行って、で、よく別れてました。なんか、行った後に結構別れることも多かった気がしますね。めちゃめちゃね、どうでもいい情報ですけどね。ぐるっとターンしました。うわー、迫力がすごい。高速のマニアとかもいそうですよね。高速ばっかり見に行くみたいな。いやでも気持ち分かるような気もします。すごい迫力がやばいです。これですからね。凄まじいスピードで走ってるトラックいますよね。普通の道で100キロぐらいで出んちゃうかっていう。こんな感じです。
車ぐらいで撮影を得ようかなと思います。お楽しみいただけましたでしょうか。私の動画が気分転換になれば幸いです。少し固い喋り方になりましたね。多分結構年齢層が上の人が視聴してくれてることがね、多いって分かったんで、言葉遣いも多少気をつけないといけないかなちょっと思いました。人生の先輩方ですね。本日もご視聴ありがとうございました。